皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日のテーマは低くてスピンをかけるウェッジショット、ここをちょっとお話ししていきたいなと思いますね。結構ですね、質問を受けるんですよこれね。でね、ちゃんとね、もう結論先にもういきなり言っちゃうと、もうちゃんとなればスピンはかかるんですよ。かけるんじゃなくてね、かかるんだけれども、じゃあそのかけ方自体というよりはもう捉え方自体が間違っている方が多いというところで、ウェッジショットまず勘違いがあるんですよ、まずね。でウェッジをちゃんと捉えればね、普通にスピンはかかるの。でも勘違いしてかからないという人もいるので、そこら辺の勘違いとか、実際ですね、どういうミスをしているかっていう3つの特徴ですね、3つの失敗、そして正しい手順、それは3つの正しい手順ですね。そこら辺、をちょっとお話しして、スピンをかけるというねところ、そして勘違い、そこら辺をねちょっとお話ししていきます。これでね、まずはダメなスピンがかからないってなんでかっていうと、これも結構単純なこと、3つちょっとお話ししますよ。1つ目は、ダフりね、もう手前からダフってるんですよ。だからもう手前からボールのこう先、先ボールよりも前にね、当たっちゃってる。これはもう絶対に、ボールに対して、スピンがかからないですね。ここに草が介在、土が介在されてるから、ボールにはスピンがかかりません。なので、きっちりとクリーンに捉えられてるかどうかがポイント。もう一つ、要素として、これはね、これも無意識にやってる方が多いんだけれども、くぐりながら打っちゃう人ね。つまりどういうことかというとね、ボールをね、こう、しゃくり上げるように打っちゃってる方。こういう風にね。これだとフェースには乗るんだけれども、面を押せないんですよ。面でボールを押せないから、もう球が飛ばないのね。だから、面がドーンと前に行かないんで、スピンはかかってるけれども、表面しかかからないから、距離が出ないの。だからもう、ホワ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 ポトみたいな。だから弾道がちょっと強くならないので、前に推進力がないから、もう届かない。そしてポトって落ちて止まっちゃう。まあ、ポッコンみたいなね。ポッコンってこう終わっちゃう感じになってしまう。なので、きっちりとダメ、打撃面で押す感覚というものを覚えなければいけないということがあります。これが、まず二つ目。そして三つ目が、割と多いのがね、シャットフェースにして上から潰そうとする人ね。はい。これはもうフェース、ボールを右に置いて、こう、かなりね、右に置くっていうのはいいんだけれども、右に置いて上から叩き込もうとするとね、これ止まらないんですよ。ね。上から入れるっていうのは割とね、割といいのかもしれない。だけども、クラブフェースが被ったままで降りてくると全く止まらない。フェースが被っちゃうわけですね。上から入れる感覚って多少必要。つまりね、フェース面とこう入射角に誤差が生まれると、差が生まれるとスピンになるの。だから下からクラブが入りすぎてもスピンはかからないから、ある程度上から入れていきながら、こう、フェース面にこう、引っ掛けていくと、ボールを引っ掛けていく感覚になるわけ。だから、少し右に置かなきゃいけないし、上から入れなきゃいけないんだけども、クラブフェースは被ってるとダメなんです。ここら辺のところがまず勘違いになります。それでは実践でお話ししてみたいと思います。まあ、スピンをかけるということを言うと、フェースにね、ちゃんと引っ掛けなきゃいけないんだけど、手前からダフっちゃう方ね、これかからない。絶対にスピンはかからない。だからちゃんとクリーンで捉えれるかどうか。これが一つ目。で、二つ目はこう、フリップっていうか、下からこう、すくい上げようとすると、もちろんスピンはかかるんだけれども、フェースに長い時間乗っからないので、ボールが飛ばない。だから、どうしても、ボールが前まで行かない。要するに、低く出ないんですよね。高い、そしてロブっぽい、強いボールにならないということですね。で、三つ目は、スピンが全くかからないということで、上から入れればね、もちろん、ディセンディングに上から入れればスピンはかかるんだけども、フェースが被ってる状態なので、どんなに上から入れてもなかなか当たらない。つまり、シャットフェースということ。これが3つスピンがかからない特徴です。まず、3つの手順で考えていきます。で、1つ目はオープンフェースね。だから構えた時にちょっと開いてアドレスするっていうことが重要になってくる。ね。こう構えた時に、少し右寄り、フェース面がちょっとオープンっぽくなっている状態ですね。少し苦手アドレスしているかどうか。これポイントですね。スクエアとかね、まあフルショットの前にちょっと閉じて構えてもいいんだけども、アプローチとかスピンをかけるっていうかね、ボールを止めたいという時は、ちょっとオープンに。右向いてるぐらいでいいです。別にこれでも全然大丈夫。
これで打っても絶対にまっすぐ飛びますから。はい。これがまず一つ目。そうしないとフェースにこう乗っかんないんでね。そして二つ目の動作。オープンフェースから、ダウンブローにボールを右に置くっていうこと。オープンフェースから今度。結構これは右に置くの。オープンフェースでボールを右に置く。これが結構ポイントね。右に置いて、ここ、こういう風なアングルになるかな。こんな感じでしょうか。はい。これで手元がボールよりも前にある状態でしょ。これがまず基本のポジションになりますね。で、これで、ハンドファーストに入るから、やっぱ上から入るんですよ。自然とね。で、フェースがこのように、オープン目で入ってくると。いうところ。ここまで。ここまでですよ。これが二つ目の動作ですね。そして三つ目が、これが重要。ハンドファーストで捉えるんだけど、ハンドレイトになる。ここがポイントですよ。この、ハンドファーストからハンドレイトになるところが、フェースに引っかかるところ。フェースにボールが引っかかるところで、ボールを強く押して低く長くヘッドが出てくるところなので、スピンがかかるところなんです。つまり、こうなってハンドファーストになるんだけど、ここで、元に戻ろうとするの、グリップがね。この瞬間がスピンがキュッてかかるところなんですよ。だからこのまま押し続けちゃダメ。こういう人いるけど、これじゃダメですよ。ね。必ずここでシュッて戻るのね。で、戻った時にヘッドが出てくるから、インパクトであんまりこういう感じより、ちょっとこういう感じの方が、スピンがかかるの。だから、ハンドファーストのまま打とうとしてる人はスピンかからない。最終的には少しヘッドが前に出てくる状態。ヘッドが前に出て、ハンドレートの状態ですね。ハンドファースト、ハンドレイト。この、ハンドファーストからハンドレイトになる。この動作が、バックスピンをかけてくれますので、ボールにきっちりと引っ掛けてくれるというところになります。ここまではきっちり覚えてください。それではね、実践でお話ししてみたいと思います。で、3つのポイントですね。1つ目は、少しフェースを開く。オープンフェース。まあ、これはね、フェースに乗っける上で非常に重要ですね。だから、ちょっとだけ面が右向いてる状態。で、ウェイジはね、右行かないで、行かないんでね。必ずちょっと右を向いている状態。これがまずスピンをかける上で一つ目の重要ポイントになります。で、次がオープンフェースな状態で上から潰していく。つまりボールを右に置くということですね。フェースが開いた状態でダウンブロー。ちょうど最下点の前にヒットし、その後にグッと押し込む。これでよりスピンがかかるわけですね。そうすると、かなりね、入射角が下、ボールは上に上がる。つまり、スピンがかかるということです。そして3つ目は、ハンドファーストからハンドレイトになっていく感覚。これでグリップ戻るでしょ？これでフェースターンが少し発生します。開いたところからちょっと閉じる動作へと繋がるわけですね。で、ヘッドがここで走る動作。そして、フェースに乗っかった後にギュッと押し付ける動作へと繋がります。このままハンドファーストのままでいかないでください。これ勘違いですよ。しっかりと右に置く。そしてね、これはね、練習としてはね、このぐらいの、ちょっと隙間を作って、こう上から入れる練習するといいですね。このような感じ。そしてハンドファーストから、ハンドレートになって、フェースをターンさせる動作。ここの動作をイメージしてください。そうすると、ギュッとこう面を、しっかりと、面でですね、ボールを引っ掛けるように、スピンをかけることができる。ハンドファーストから、ここでハンドレート。ヘッドを前に出す。このヘッドを走らせる動作ですね。そしてフェースがターンする。この動きがとても重要になってきます。で、ここでね、ちょっと一つだけ確認しておきたいのが、スピンをかけるために一番重要なのは距離なの。なんていうかっていうと、30とか20とかでスピンはかかりません、あまり。うん。どうしてもね、スピードがないので、あまりこうスピードをかけようとする。動きっていうのは、ある程度の距離がないと、スピンがかかる。だから、バッバッってこう、ビビッとこう止まるようなのは、やっぱ40ヤード以降の、以上の距離だというふうに考えてください。そのぐらいの距離だと、ピンに対して、割と近いところに落としてスピンをかける感覚の、打ち方っていう可能。要するに56度とか58度ぐらいのウェッジを使ってですね。で、今のような動きをしていく。つまり、ハーフショットぐらいになるってことね。あんまりこう小さいスイング、このぐらいのスイングでスピンってバラバラってかかったりはしませんから、それはちゃんと覚えておいてください。この僕が教えたの、教えたですね、動きをですね、このぐらいの動きできねえよって言って怒らないように気をつけて。
ね、大きい振りでね、考えてください。じゃあ練習ドリルはどういうことをやったらいいかっていうと、これはね、もう僕がいつもやっている動作、練習なんだけれども、ワーグルショットですね。ワーグルショット。ワーグルの動きで、フェースとオープンとクローズを意識する。構えて、ワーグルでこちらに押し込まれて、グリップが前に出る。そこからまた少しハンドファーストになりながら、元に戻る。この動作ですね。この動作で、ワーグルの動きで、フェースのオープンクローズの動きを覚えてください。オープンからクローズになってきますね。ここでオープン、そしてクローズ、そしてフェースの上からクラブが入る。開いて当たり、で、ギュッとこう返す動作が入るわけ。で、まあ、こんなに返らないけれども、多少ちょっと返る感じ。そうするとこう、で、面の中でちゃんと、ボールがこう乗っかってこうね、引っかかる感覚っていうのを覚えてください。そしてスピンがかかりますから。この引っ掛ける感覚ですね。で、ハンドファーストの状態で当たったまんまじゃダメよ。ハンドファーストだったら最後ハンドレートなグリップがほら元に戻ってるでしょ、こうやってね。キュッて戻る動作ね。ずーっと引っ張り続けても、フェースに乗っかるだけで最後にクッと擦る動作が生まれませんから、スピンがかからない。なので、ちゃんと入ってからキュッとグリップが戻る動作を入れて、ちょっとフェースがターンしていく動作を入れていくと、フェース面に、で引っ掛ける感覚が出ますので、少し押し出して低く出てビビッと止まるような感じが出ます。それでは実践してみますね。ワグル。ちょうどここでグリップエンドが前に出ますね。で、フェースが開いたものをここで閉じる動作へとつながる。開いて閉じる動作ですね。で、ワッグルなのでグリップがこのようにこう押し付けていく動きから上から潰しつつフェースを閉じていく動作で、最下点はボールよりもかなり前ってことがわかります。でね、それでね、ただやはりハンドファーストままぶつけてしまってはいけない。シャフトを揺らすようにちゃんとリストターンも行う。このワーグルでしっかり押し付ける動作、上から潰す動作、それとフェースターン、フェースもターン、オープンから、閉じていく動作、この二つの動作ってことになります。この閉じる動作ですね。ちょっと上から見てみましょうか。このように閉じていく動作。大胆に開いたものが、このように閉じていく動作をイメージしていくと、フェースにボールが乗っかり、その後に引っ掛ける動作ですね。スピンをかける動作へと、いうふうにイメージできます。ちょっとソロで見てみましょう。ここですね。ここで当たってからギュッとこうフェースを置きながら手の位置がこう戻るというか、ね、ハンドファーストのままじゃなくてハンドレートになる。ここら辺がとても大切。これをワッグルで覚えるということ。体幹を少し柔らかく使ってですね。グリップも柔らかく使う。シャフトをこう揺らすように打っていくと、このようにハーフスイングをした時にギュッとインパクトのところでですね、ボールを引っ掛ける。スピンがかかる。このようにハンドファーストのままじゃないということ。これが非常に重要ですね。なので手をこのように返さないっていうことじゃなくて、ちゃんと返してください。ね。そこで言うと、グリップはどうでしょう？少しウィークグリップですね。少しウィークに僕ちょっと変えてます。いつもは下から握っているんだけれども、このストロングリップのままでぶつけに行くとどうしてもハンドファーストが強くなりすぎるので、こういうショートゲームの時ちょっとだけグリップを修正する。これの味付けは、まあちょっとね、僕の企業秘密というか、そういう感じで、グリップの味付けはショットによって変えているというところが真実になります。そうするとギュッとこう。インパクトのところは全然ハンドファーストじゃないでしょ。この感覚、非常に重要な、インパクト付近のね、非常に真実というか、ハンドファーストにアドレスしてるけれども、こういう形になります。はい、ということで今日のね、ポイント、まとめになりますけれども、まずはスピンをかけるっていうよりは、正しい打ち方をすれば、ボールにはスピンがかかるわけ。だから、ちゃんと、ダウンブローに、そしてフェースがオープンで、そしてそこからきっちり引っ掛けながら、ちょっと閉じていく。ワッグルの動きですね。この動作でダウンブローに入れていければ、スピンがかかる。なので、ダフル、そして、シャクル、ね、そしてシャットのままで捉えるっていうのは結構まずいところになりますので、そこら辺をしっかりと気をつけて、オープンからクローズに持っていくような動きをしていけば、そこら辺はね、グリップでもテクニックとしてありますから、グリップの応用でね、先ほどね、お話ししたグリップでも変わりますので、そこら辺もね、フルショットの場合と、ショートゲームのスピンをかけるときだけ、ちょっとグリップを変えるというのもちょっと手ですから、そこら辺までを考えて、スピンをかける、ウェッジ、ちょっとやってみると、スコアアップにつながるんじゃないかなというふうに思います。それでは、今日はこのぐらいで終わります。バイバイ。
オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そして、その他限定動画、YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな？札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。